久保さん、今回吉田先生にしましょうか。まあ吉田先生はですね、まあ青森山田高校の、まあ、卓球の監督だったんですけども、まあちょっとね、3年前ぐらいにお亡くなりになったんですけども、これまで全国優勝、なんと100回以上してるっていうね。<laughs> マジであの、すごい人なんですよ。卓球界の中では、もう多分すごい数ですね。全国大会100回以上ってはもう鬼ですよね。まああとはその、オリンピックで、 えっと、東京オリンピックで金メダル、混、ま、合、あ、ダブルス金メダル取った水谷さん、水谷君も、まあ、山田青森山田高校だったんですけども、まあ、僕はです、ね、青森山田に1年いましたけども、まあね、この監督から指導を受けられたのは良かったですね。まあ、思い出としてはですね、僕は一つ武勇伝があるんですけど、あの朝、毎朝のミーティングがあるんですね。毎朝、あのー 監督の部屋でミーティング毎朝するんですけど、まあ、まあ、あの詰められたりとかね、まあ、あと夜もミーティングがあるんですよ。で、そのミーティング中に、まあ、試合で僕が負けて、お前、チンコついてんのかみたいなね。お前、チンコついてんのかバカみたいなね。めちゃめちゃ、まあ、切れられて怒られてるんですけど、チンコ見せてみろみたいなね。はいっつってね、僕あのチンコ見せたんですよ。そしたら <laughs>、まあ、シーンとなるわけですよね。こいつ、本当にチンコ出しやがったみたいな。まあ、あの、3秒ぐらい曲がって、 あの説教が終わったっていうねちょっと武勇伝があるんですけど <laughs> でそのこの吉田監督っていうのはその、まあ、僕の1個上の先輩たちが、まあ、インターハイ優勝しててでその1個上の先輩たちがその全員オール1年生でインターハイ優勝したんですよでこれはもう1000年に一度も多分破られないんじゃないかなと例えばその野球で言うならば甲子園 で優勝すするメンバーが全員年生みたいいなな多分ないと思うんですよね甲子園に出ました、まあ、出たのも全1年生で甲子園で優勝しました全1年生ですみたいな多分本当にこれもう偉大な記録を作ったんですけどじゃあその優勝した先輩たちはもともとめちゃめちゃ強かったのかっていうとめちゃめちゃ強いわけじゃなかったんですよねだからその,その、まあ、高校入って、まあ、高校入る前の中3ぐらいからも、まあ、練習やってたと思うんですけど まあその指導を受けて、まあ、あの強くなっていくわけなんだけども要はそんなに強くないけれども強くこうなった理由っていうのは、まあ、僕がその、まあ、練習一緒にまあしてたんであれなんですけどやっぱね1球でもミスったら殺されるという雰囲気がすごいんですよもうきさっき,さっきだからあの卓球の道場がもうさっき立ってるんですよね もうめちゃくちゃ殺気立ってる。もうもうもうの、なんかね、あれですよ。あのー、武士道の戦いみたいな。 生きるか死ぬかみたいな感じで、まあそういう環境でやってたんで、まあ練習がまあ本番さらがらっていうか、毎日本番みたいな感じでやってたんで、まあ強くなれたんじゃないかなっていうのが僕の見解ですよね。で、練習内容も別に、その昔からあるような練習内容なんですよね。別にその最新の練習、日本一になるための最新のテクニック、練習をしてたわけじゃなくて、昔からあるような練習で、古臭い練習だったんですけど、だけど優勝なんですよ。 だからその、それは僕は実際体験したんでわかるんですけど、まあ、練習が本番、本番が練習みたいな感じで、えー、常にその本番をやってたからかなとは思いますね。だから本番に強いというか、まあ、そういう結果が出せたんじゃないかなと。あのね、雰囲気作りができるのは、多分吉田監督しかいないんじゃないかなっていう、すごいと、とにかくすごかったですね。てかさっきそか、あの空気感を作れるっていうのはすごかったなと感じましたね。 なんで、まあ、あのー、練習でできないことは本番できないし、うん、本番で、だからかお金稼ぎたいんだけども、日頃やってないのにお金稼げるわけない,ないじゃないですか。うん。だからま、日頃の練習っていうか日頃の何やってるのかが全てですよね。うん。懐かしいですね。いってらっしゃい。